ブロッキム、あ、ブロッキム見てくれましたか皆さん、見てくれましたか皆さん。ブロッコリーケモチ作ったんですよ。ノールックでアイラインを描くのはやっぱ難しい。こんばんは。最近朝が寒すぎてね、めっちゃ寒いよね。寒すぎてもうどうにかなりそう、どうにかなりそうだぜ。寒いぜってみんな体調は崩してないでしょうか。まだ上着なしの生活していますって、それはすごい。なんかそう、今日歩いてたら上着着てない人見て寒ってめっちゃ思った。クリスマスに食べるピザってありだと思いますか？ありだと思いますよ。ピザパーティーするぐらいで。本当に特別な訓練を受けてますって感じ。え、なんかそう、今日さ、めっちゃテレビでさ、なんか福岡に猿が出ましたみたいな、福岡に猿が出ましたみたいな、でめっちゃなんかもう超いろんな人がさ追っかけてさ捕まえようとしてるの見た。捕まったんかなあの猿ちゃん。私もたまたま2年前ぐらいかな、2年前ぐらいとか、2年前とか日本と同じぐらいの時に猿に遭遇しましたよ、同じような場所で。そうだから、まだ逃げてるの猿ちゃん。なんかもうなんかね、多分ね、猿が一番びっくりしそうと思う。私もお母さんと一緒に歩いてたら、そう、横に猿がタタタタタって走ってたけど、えみたいな、なんでみたいな、福岡なのになんで猿おるみたいな。イノシシに会った時はさすがにビビったって。まあね、山に食べ、そうなんかな、やっぱり山に食べ物なくて
降りてきたんかな、その猿。それやったらさ、めっちゃ私思ったんだけどさ、ご飯でさ釣ってさ、おーいここにご飯あるぞーっつってからさ、やったらさ来てくれんのかね。そう簡単じゃないかな猿って。そう簡単じゃないからああいう捕まえ方してるんだろうね。飼いなよって私リスザルやったら好きよ。リスザルは好きよ。ちょっとな、でもな、ああいう猿もね、よく顔見たらね優しい顔してるんですよ。ウーパールーパーさん、ハートありがとう。見え、そうなんじゃ。そう、普通にさ猿とかおるけどさ、街で見かけるけんあれなんやね多分。そういう街に見かけるけん、街におるとめっちゃ話題になるみたいな。もう猿もびっくりするやろうね。猿もびっくりよえみたいな。普通にオイラ歩いてるだけなのにみたいな。まだ逃走、あ、まだ逃走。なんかめっちゃここがうるうるしてるな、なぜ。目がめっちゃうるうるしてる。乾燥しているのかな、目が。なぜだろう。こんばんは。猿じゃっけ、目合わせちゃいかんのって。なっちゃんの前髪見ると親近感湧く。私ねって一緒ですか。なんか最近ね、めっちゃ前髪がいい感じにできるようになって嬉しい。嬉しいです。私はとても、うん、そう、グラコロめっちゃ食べてる。グラコロ。グラコロ、そう、前髪大事。すごくない？前髪めっちゃうまくなったよね。石になっちゃうよってどういうこと？ゴゴーンって。え？猿に襲われたことある人いたんだ。猿からを守るには蛇のおもちゃ持っとくといいらしい。そうなんや。なるさ、蛇になりきったら猿逃げてくんか。自分が蛇になりきりゃいいんじゃんって思ってしまう。ニョロ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 って。ニョロ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 。ブリーフシチュー。ん？なんじゃそれ。イレブンさん、ハートたくさんありがとうございます。イエイエイ。
五五門ん五五かという紙が蛇で目が合うと石になる。えそれってあれじゃない？え私ゴゴンっていう名前じゃない名前で知っとるよ。それなんやっけ、名前が思い出せ。目があったら固まるやつ、石になるやつ、何やった、ゴゴン、あメデューサだ、メデューサ。メデューサ？メデューサじゃないの？メデューサ別名みたいな、別名語語みたいな、そんな感じ？そんな感じで OK？ ね、語語初めて聞いた。私は何か分かんない、分からんです。ん？語語か、ゴーゴー、今日の髪型ゆき、ありがとう。ゴーゴンって三姉妹でその一人がメデューサなんですよって、なんでそんな詳しいの？なんでそんな、あれでね、今日並べますか？もちろん並べます。今日も綺麗ですねって、ありがとうございます。ネットウッドさん、タックミーさん、並べます、並べます。前髪で髪束ねてるとお姉さん感を感じる。いや、yeah. 嬉しい。可愛くないですか？スカートなんですよ。これワンピース、ワンピース。ひょーん。こういうスカート入ってますねって、そうなの？でもなんかこういうスカートなんかこういうさ、なんていうんだろう、ふわふわしたスカートあんま履かんけんさ、もうなんかもういろんなとこに引っ掛けるんだけど、全身ブリーズって前乗っけた気がする、お話し会で撮ったような気がします。全身ってね、撮るの難しいんよ、もう無理やと、撮るのが難しくてな、お話し会とかやないと。スカートよりズボン多そう。残念、スカートの方が多いです。チュールスカート、そうチュールスカート、チュールスカートあんま持っとらんけどさ、そうない。ふわーんってそう風でなびく、ほーってなる。ハシビロコウに会いに行ってきますって、わー、そうなの。ロング派？ロング派？ロング派とは。242日おめでとう、ありがとう。そう。今ってなんかめっちゃでっかいシチューが流行っとんやって、なので私もゲットしました。ビッグシューシューキクラゲじゃないです、キクラゲではありません。そうめっちゃでっかいのが
手品は始めません。手品は始めませんよ。シャンプーハットってこら、スカートの丈か。スカートの丈は STU に入るまではもうマジでなロングスカートって何って感じあったんやけど、短いのが履けないので今はロングしか持ってないです。ロングスカートやと冬でも暖かいなって思う。似合いますか私ロングスカート。なんかロングスカートってどんな感じなんだろうって感じ。似てるとしよう。そう、今日は茶色の服装だから。あ、確かにモツにも見える。私は雪だるま作らないのって、私雪だるま作ったっけ。って去年の今頃が、え、去年の今頃の記憶がないんだけど、どうしようどうしよう、記憶がない。うん、雪だるま作ったっけ。うん、9時から7並びしますよ、ゴールデンウィークタイム。でも雪だるまはもう雪があったら絶対作りたいと思う。私は雪だるま作ろう。ドアを開けて一緒に遊ぼう。どうして出てこないの。前は仲良く。ね、去年の今頃はまだなっちゃん生まれてないんじゃないって。はい、もうすぐあの人生も20年目になりますけれども、雪見大福2つのストロー。確かに雪だるまってさ、雪だるまじゃなかった、雪見大福ってそういう食べ方もあるな。赤リップが赤いよ。山口あんま雪降らんよ。おでん確かに鏡餅になるわ。鏡餅だわそれ。サンタさんのリップも真っ赤。え、サンタさんこれ鼻だよ。パンパパ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 なっちゃんのとこサンタ来ますか。来ます、私はいい子なので、いい子なのでサンタさん来てくれると思います。私はいい子なのでサンタ来てくれます。ブラックサンタじゃありません、ちゃんと来るよ。
いいかな。私たちはもう成人だよって。私はもう心がずっとあの少女の私は少年の心を持っているので元気ですよ。私はどんなプレゼントもらったって待ってな。最後にもらったの、でもね、ポポちゃん人形もらったのめっちゃ覚えとる。ちっちゃい頃にポポちゃん、うちのインコ2歳になりましたって。クーちゃん今何歳だろう。まだ1歳もなってないから。そう、なんか今日ちっちゃい男の子が走ってるの見てて、なんかもうなんか私もなんか少年の心を持ってるかもしれないと思った。楽しそうって一緒に走ろうよって思っちゃった。渡辺サンタが僕の家に来るにはどうしたらいいですか。それはもう超絶いい子に、あの私に超絶優しくしてくれるとしてくれたら夢の中に出てくるかもしれない。いやリップが赤いねんて。リップの色を抑える方法教えてください。夢に出てきたんですよね。出てきた人いるの。どう。夢で会いましたね。幼稚園の先生。いいね、幼稚園の先生。一時期はなりたいと思っていた時もあった。でも私は超絶的にあの楽器が苦手でよ。楽器が苦手でよ。誰でもいいからメンバー夢に出てきてほしい。もうそんな気持ちだからいけないんですよ。誰でもいいからとか思ってたら、ね、誰も来ないでしょ。夢に出てきたから気になり度上がったんですよね。すごい。どうも。57分、よし、段字読みます。七並べするので、では段字読みます。13位、イエローフィッシュさん、ありがとうございます。12位、ケンジさん、ありがとうございます。11位、秋里さん、ありがとうございます。10位、山女さん、ありがとうございます。9位、秋吉さん、ありがとうございます。8位、ゴキダリーさん、ありがとうございます。7位、AT6 さん、ありがとうございます。6位、イレブンさん、ありがとうございます。5位、ゆうまるさん、ありがとうございます。4位、リチャさん、ありがとうございます。3位、しげさん、ありがとうございます。2位、ジトクさん、ありがとうございます。そして第1位はのまーにーさんです。ありがとう。はい、では今日は皆さん、今日も
今日も皆さん配信を見に来てくれてありがとうございます。ではこの後9時から4分おきの12秒に7並びをしますので、よかったら対戦しましょう。皆さん7並びめっちゃ頑張ってくれてありがとうございます。私も頑張ります。今月は12位を目指して頑張っているので、1枚でもよかったら私のカードをデッキに入れてくれると嬉しいです。では今日も配信に来てくれてありがとう。では配信最後のあっち向いてほい、ではいきますよ。あっち向いてほい、左左です。皆さん今日も見に来てくれてありがとうございます。またね、また明日会いましょう。おや。めっちゃこのポーズ、小学校の頃めっちゃこのポーズで写真撮りよったな。おやすみおやすみおやすみ。